新時代会ってないのに。そうですよね。オーディションっていうのやってたんですよ。はいはいはい。ね、林先生いて、宋さんいて、あと出口ですね。どういう感じでスタッフに行くことになったんですか。永田塾という塾に行きまして、ね、おお、関先生、外地先生がいらっしゃったところですね。はい、関先生月給3万円。僕の臨海セミナー行ったら、肘井先生がいたんですよ。で始まりましたもちゃチャンネルです。今回はですね、はい、柳生先生においでいただきました。皆さんどうもこんにちは、言論界代表の柳生です。お久しぶりですというか、まあ一回ね、はい、武田塾の収録スタジオで、はい、お会いしましたね、はい、すれ違う、はい、すれ違い僕が終わりで、はい、僕が入るっていうのでああみたいな、はい、等身時代会ってないのに。そうですよね、等身時代はすれ違いもしなかったのに皆さんそうですね、多分八木先生が等身にいたことも知らない人が多いとは思うんですけども、はい、同じ生徒を教えてたこともね、新宿本科で同じ、ね、はい、そうですね、あの東大受ける子たちですね。そうそうそう、はい、ね、なんか若手の登竜門みたいな。ああ、あれ若手の登竜門だったんですね。いや、あれはもともとピー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 って今入ってると思いますけど、もともといわゆるベテランの先生たちにお願いしたら、うん、みんなに断られた。ああ、僕も聞きました、安越先生が断ったっていうのは聞きましたそれでしょうがないから、うんうん、じゃあ若手たちにやらせましょうみたいな、はい、いや僕最初それ聞いた時、古文富井先生だったんですよ。へえ、富井先生若手かみたいな、思ったんですよ。だいぶベテランじゃないかなと。ベテランですね、はい、これは呼ばれてたんですよね。そうですね、懐かしい。懐かしいですね、はい、でそうですね、そこからスタサップに、はい、そうですね、どういう感じでスタサップに行くことになったんですか。僕が東進からスタサップに移籍する経緯は、おそらく森田先生が東進を辞める理由とほぼ同じかなと思いますちょっと詳しく聞かせてくださいよもう詳しく言っちゃっていいですか、はいはい、ピーばっかり、まあ、全然大丈夫です。八木先生が後からここピーでって言ってもらえればピーにしますんで、はい、あ、そうですか。東進って、はい、まあ、例えばじゃあこの講座やってくださいっていうふうに言われて、はい、まあ、やるわけですけど、うん、露出が少ないんですよ ね、 ね、最初の頃って、うん、で僕もともと東進行ったのって何が目的だったかっていうと、はい、有名になって本書きたかったんですよ。お、なるほどなるほど、はい、うんうん、なのにですよ、はい、こんななんか露出しない講座ばっかりこう、はい、やらされて、そうそう、ね、うん、これ有名になれないじゃないかと、うん、はい、これじゃあ本が書けないじゃないかと、うんうん、っていうことでちょっと相談したんですね、はい、いやもうちょっとなんかこう目立つ講座ないですかね、うん、みたいな感じで相談したんですけど、うんうん、まあないと。でじゃあどうしようってなった時に、こんだけなんかやらせてもらえないんだったら他に出てもいいんじゃないかなと思って、おお、なるほど。で実はスタサプのオファーをいただいてたんですよね。おおおお。でスタサプ出ていいですかって聞いたら、うん、ダメですって言われたんですね。ああ、そうね、うん。言ってきますよね。言ってきますよね。まあそれは言ってくると思うんですけども、うん、だったらやらせてよって僕は思ったんですよ。はいはいはい、でもそういう講座はありませんみたいな。はい、こう与えられた講座をやってくださいみたいな感じじゃないですか。そうですね。学んだってね、林先生いて、宋さんいて、板野さんいて、はい、もうちょっと2人いないですけど。もういないですね。あと出口先生もいましたね。ああ、そうですね。出口先生もいた。はい、あ、そうだ。もういない。3人ともいない。はい、だからあれ僕ずっと待ってたらヒュッと行った。そうですね、ヒュッと行ってますよね。僕そうなんですよね。その後某愛先生にですね、はい、某さっき名前が出てきた某愛先生から柳生くん家康だよっていう風に言われたんですよ、夜な夜な。家康、なるほど、はい、こう抜けてった時に、はい、ずっと待ってりゃいいことあるんだみたいに言われたんですけど、うんうん、僕家康じゃないんですよ、待てないんですよ、はい、なるほど。信長、まあ、信長もうパッとこう移籍して、うん、総長オファーいただいてたのが、まあ、東大現代文教大学だったんで、はいはい、これは目立つぞということで、うん、移籍したっていう感じですね。なるほど、はい、そういう感じだったんですね、はい、当時宋先生がもっと柳生先生にチャンスをあげろって言ってたんですよ、うん、ああ、ありがたいですね。宋先生はそう楽屋でお会いした時もすごく礼儀正しく挨拶してくださって、はいはい、で、まあ、僕は実はその東進の新宿でやってた時、宋先生のテキストを使わせてもらってたんですよね。はい、まあ、そういうのもあって、まあ、宋先生にいやこれいいテキストですねみたいな感じでお話はしてたんです、はい、でも喜んじゃって、喜んじゃってそうですね、はい、見てたことあるっつってましたよ、野球先生の授業。あ、そうです、多分すれ違いだったかもしれませんね、吉祥寺のスタジオで、うん、それで見てて、野球先生の授業見てて、はい、いい授業をする先生だって言ってて、 ありがたいですね、はい、そんなことも実はあったんですよ、はい、でも結局なんかつばつけとくだけで、はい、チャンスを与えなかったから、はい、今みたいにボボボボボって抜けた時にもうどうすんだみたいになっちゃったって言ってましたね、はい、僕が辞めて多分次の年に宋先生辞めたと思いますで宋先生辞めた時多分一気に先生方辞めたんですね。福崎先生も辞めて、医者の野島先生たちも辞めて、はい、ドーンとね、ドーンと辞めましたね。あの時に残ってたら宋さんの枠をドーンってやったんですよね。そうですね、まあそういうことになりますよね基本的に穴が開かないと
っていう。そうですね、まああんなに現代部に穴開くって思わないじゃないですか。そうそうそう、ね、いきなり一気に穴開きました、ね、あんな穴開くと思わないんで、まあヒュッて移籍しましたね。それからまたいろいろやってきてるわけですね。そうですね、まあそこからはまあ基本的に映像授業はもうスタサプでずっとやらせてもらって、うんうん、はい、念願の本も書かせてもらって。あ、そうですよね、はい、出ましたもんね、プラチナルールとかね。プラチナルール、そうですね、はい、あとゼロから覚醒とか。お、ゼロから覚醒、はい、あれむちゃくちゃ売れたんですよね。お、はい、よかったですね、はい、そうなんですよ、まあ、僕あの本書くっていうのがもともとすごくやりたかったことなんで、まあ、今はだからそういう意味で言うと本もいっぱい書かせてもらえるんですごい幸せですね。よかったですよ、はい、本当に。予備校業界、塾予備校業界、いつからやってるんですか。はい、一番最初は19歳の時、はい、はいはいはい、永田塾という塾に行きまして。おー、はい、はい、登竜門みたいな名前にだん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 聞こえてきましたけど、関先生、外地先生がいらっしゃったところですね。もう凄まじい給料の塾ですね、はいはいはい、多分伊藤先生月給3万円、関先生月給10万円僕時給500円ところがスタートで、そこで英語を教えてたんですよ。あ、はいはい、別に英語だけじゃなかった、その塾は。え、塾は基本英語だけです。あ、じゃあ外地先生も英語教えてたんですか。いや違うんですよ、伊藤先生だけ特別に日本史、で他全員英語です。はい、そうだったんですね。で僕最初現代文やりたいって伊藤先生に言ったんですけど、うん、いやうちは英語だけなんでって言って、はいはいはい、じゃあ英語かみたいな感じで英語やってました。はい、そんな感じだったんですね。はい、そんな感じですね。永田塾から、はい、そして、まあ、そこからしばらく時間空いて、で25歳でフリーターになったわけですよ。はい、でそこで時給が高くて短時間で稼げる仕事何かなと思ったら塾講師と思って、うんうんうん、臨海セミナーっていうところに行ったんですよ。多いですね、臨海セミナー、はい、結構みんな下積みしてますね。そうですね。でその臨海セミナー行ったら肘井先生がいたんですよ。はい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 、はい、この間言ってました肘井先生も、うん、ほわすごいですね、臨海セミナーで肘井先生と同じ、はい、で臨海セミナー行って最初3年はもう古文漢文でした。おえー、はいはいはい、はい、これも、まあ、現代文やりたいんですけどって言ったら、うん、いや君日本文学でしょみたいな、じゃあ古文できるよねって言われて、これできないって言えないじゃないですか、はいはいはい、だって日本文学卒業って書いてあるんですよ、うん、でも専門夏目漱石なんですよでもなんか向こうから見たら古文できそうに見えるんですよね。でまあできますよって言ったら、うん、じゃあ古文漢文ねって言われて、ずっと古文漢文ですよ。3年やってその後どうなったの。その後も僕はずっと現代文やりたい現代文やりたいってこう言い続けて、4年目でやっと現代文やらせてもらいました。はい、ありますね、僕らもね、はい、塾とかでやると英語やりたい、はい、英語やりたいって言っても英語は大体埋まってるので、はい、別の教科になるっていうね。ちなみに森田先生なんか他やったんですか。あ、僕も国語です。あ、そうなんですね、国語社会ですね。おお、やりましたね。基本的に、はい、塾では国語社会です。おお、小語理科とかもやってきました。あ、小学生やってたんですね小学生もやりました。おお、すごい、はい、もうでも数ヶ月でもうやりたくねって思いそうなんですよ。で、まあ、臨海セミナーが国語講師の始まりですかね。え、その後どういう感じで。その後はですね、まあいろいろこう行くんですけども、次は一新予備校行って、おお、はいはいはい、で次四ツ谷学院行って、うん、で北九州予備校行って、おお、いろんなところ行って、ね、北九州予備校から東進行って、うん、でそこからスタサップ行って、まあ、現在に至る。北予備から東進はどうやって行ったんですか。オーディションっていうのやって出たんですよ、はいはいはい、多分第1回だったと思うんですけど、うんうん、オーディションがあって、まあ、その時に武藤先生とか、ね、武藤先生が、ね、あの斉藤先生とかが、はい、同期でオーディションを受けてっていう感じで入りましたね。そんな感じだったんですね、はい、北予備の時はこっちに住んでたんですか、はい、そうですね、こっちに住んで、こっち住んでて、うん、飛行機通勤してました。へえ、はい、まあ、僕実は東進出身だったんで、はい、この塾講師やった時の最終目標が東進講師だったんですよ。お、なるほどなるほど。自分の母校だったんで、はい、最初からもう東進に行くためにはどうしたらいいかなみたいなのをずっと考えながらやってた。ああ、そうだったのに抜けた、はい、そうだったのに抜けたんですよ。まあそうですね、まあ、まあね、当心がゴールじゃないっていうのはね、もうそうですね、僕が予備校講師目指した時はスタサプっていうのはなかったん で、ね、でまあ、スタサプがまあ出た時に、うん、いや今後絶対これだろうみたいなのはまあ思って、うん、なんですよね。でまあ実は僕その投資のオーディションに受かった年あったんですけど、うんうん、その年に実は肘先生からやんないって言われてたんですよ。へえ、はい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 、そうなんですね。でまあいや実は僕投資に採用になったんだよねっていうことで、最初の立ち上げの時は僕参加してないんですよね。なるほどなるほど、はいはい、で3年投資やって、うん、もうこれは出世の目がないなと思い肘先生と関先生にお願いして入れてもらったみたいな。
感じですね。一応東進ではじゃあほぼ同期になる、ね、そうですね、同期ですよね。武藤先生が同じ、はい、そうです。僕だから武藤先生が半年後かなんかなんで、そうだから僕らってことはあれですもんね、あの新登場に乗らなかった。あ、そうです、新登場に乗らなかった。僕ら乗ってない3人とも新登場に乗ってない、ね、乗ってない。ずるいなって思いましたね、その後ね。あ、あの後から例えば時田先生とか新登場、そう、みんな新登場に出ましたもんね。なんでみたいななんか地味にスッと入ってたみたいな感じですね。うん、変な扱いでしたね、はい。まあでもいろんな予備校やって、はい、上がっていったわけですね。そうですね、簡単に言っちゃうと時給が高い方に行ってった。なるほどなるほど、ね、ごめんですね、はい、講師としては僕はスタサプゴールかなと思ってるんですよ、はい、多分これよりも条件がいいところとか、うん、まあ、そんなに考えられないかなっていう感じなんで、まあ、スタサプやって本書いてっていうので、まあ、一応講師はいいかなと。なるほど。まあ、ただ僕ってチャレンジしてないと気が済まない処分なんで。似てますね、はい、そうですねチャレンジしたいなと思って、まあ、まず塾経営をやって、うん、で塾経営も結構3年ぐらい今やって、うん、まあ、これも結構順調にいったんで、うん、やっぱこの森田先生見習って YouTuber かなと思、はい、ってます。ここからまたね、はい、YouTube でもパーンと。 YouTube はでもやっぱり大変ですね。ああ、はい、やっぱリアル予備校と映像予備校もまた全然違う世界でしたけど、うん、映像予備校と YouTuber また全然違いますよね。そうです、全く別の世界です、はい、全く別の世界ですね、はい、もうやり方もう戦略戦術全然違いますよね。そうなんですよ、うん、大変なんですよだから森田先生すごいなと思うんですよ予備校の先生でこんなに YouTube で成功されてる先生ってもういないんじゃないですか。あ、そうですね。ですよね。ここは言えるか。そうですねって言ってもいいか。はい、まあ角立たないですね。多分ね、大丈夫だと思うんで。いや、もう本当それすごいなと思って。ちょっと僕いろいろ教えてもらおうと思ってきました、ね。はい。とんでもないです。そんな、はい、ありがたい、ありがたい、ありがたい。これからじゃあいろいろ頑張っていきましょう、はい。頑張っていきましょう。はい。ということで柳生先生においていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。